What is common sense for human beings? If I say here that the earth is flat, you may say it's ridiculous. But if I say that the earth is round to the people of 1,000 years ago, they may also say it's ridiculous. Because it is our and their common sense.Then common sense is a shared knowledge as well as a shared ignorance of a collective. That is why Albert Einstein writes that common sense is a collection of prejudices acquired by age 18. Or common sense is what tells us the earth is flat, as Stuart Chase writes in his book Language in Thought and Action.Here in this video, I sincerely would like to ask you if you are really convinced that Buddha was a man or a male. Before you say it's ridiculous, please give me 20 minutes to share. After 20 minutes, you may feel something changing very rapidly in your mind and heart.人間にとって常識とは何でしょうか？もし今、私がここで地球は平らだと言ったら、あなたは馬鹿げていると言うでしょう。がもし私が今、千年前の人たちに地球は丸いと言ったらどうでしょうか？その人たちもまた馬鹿げていると言うでしょう。それが私たちの、そして彼らの常識だからです。つまり、常識というのは大衆が持っている無知、あるいは知識によって作られるものだということです。だから、あのアルバート・アインシュタインはこう書いたのです。常識などというものは、その人が18歳の時までに持った偏見の塊である、と。あるいは、スチュワート・チェイスという言語学者が書いているように、常識などというものはね、地球が平らだというようなものだよ、ということになるのかもしれません。で、この動画の中で、私は皆さんに、こう問いかけてみます。あのブッダは、本当に男、つまり、男性で、たのかと馬鹿げているという前に20分だけ私に時間をくださいませんか。20分後にあなたはあなたの心の中で一つの常識が崩れ去っていくのを感じるかもしれませんよ。広し林浜祭りジャパン。では画面を見ながら説明します。この像はですね、現在東京国立博物館に展示されています、釈迦龍像です。ガンダール仏ですけども、大変完成度の高い仏像ということになります。で、この仏像について今日は焦点を当てて考えてみたいと思うんですけども、この、釈迦龍像がですね、本当に、男性なのかということなんですね。見た感じ、どこか子供っぽいと言いますか、どこか女性らしさを残している像だということになります。で、この像を手がかりにですね、ブッダは本当に男性、つまり男であったのか、ということなんです。で、ブッダのですね、外見的、つまり身体的な特徴を表している、経典にですね、32層経というのがあります。パーリ語で書かれた、原始仏教典の一つということになります。で、その中に、いろんなブッダの特徴が書かれているんですけども、高綾818さんという方からですね、こんな情報をいただいたわけです。ブッダはですね、日常的には、弾痕、ペニスをですね、体の中にしまっていたと。そういうことなんですね。ってな感じですね。で、調べてみました。で、32層経の中にそういったところがありました。で、その10番目にそれがあったわけですけどもね。で、私が今皆さんに紹介しているのは、その32層経の1番から9番までの部分ですけども、ブッダのこうした特徴があるには、こうした特徴があると。そしてそうした特徴がですね、今まで私が調べてきたいろんな、なんて言いますか、事実と、符合しているっていうことをこの中で紹介しました。11番目以降はですね、興味のある方は、この数日中に作りました動画の方をどうかご覧になってください。で、今4番目ですけども、明日、いわゆるこの歩行補助装置をつけていたってことも、これ、林博士先生でも、その足がペラペラであったとか、扁平足であったとかってことは、こういうふうに、書いてあるわけです。手にはヒレがあったとか、そういうことが書いてあるわけですね。で、なぜその、高綾818さんの情報がですね、大変私に大きな衝撃を与えたかというとですね、
ギリシャ彫刻の中にはですね、上半身って言いますか、全体がですね、女性の体で、が体ではあるんだけども、まあ、男のペニスがですね、まあ、ついてるものがついてるっていうのが、まあ、何体、私が調べた範囲でも10体前後あるわけですね。で、その中でもですね、あの中にはですね、そのペニスの部分が、まあ、折れたような状態になっているのもいくつかあるわけです。で、私はそれは折れたというふうに判断していたわけです。すなわち、その、まあ、出っ張ってますからね、まあ、折れる可能性があるわけですね。何かの衝撃でね。で、折れたんだというふうに判断していたんですけども、まあ、今回、高綾8183のからの情報によりますとですね、まあ、ブッダの話ですけどね、ブッダは、自分のペニスを、まあ、日常的には、自分の体の中にしまっていたと。まあ、そういうことが分かったわけです。となりますと、ギリシャ彫刻に話を戻しますと、その、まあ、ペニスのある女性像があるわけですけども、そうしたそのペニスの中でも折れたような状態になってるんだけども、それは折れたのではなくて、ひょっとしたら体の中にしまっているんじゃないかということになってきたわけです。で、調べ直してみましたら、このような状態なんですね。で、これは10番目ですけども、ペニス、まあ、ブッダはですね、日常的にはペニスの中にしまっていたと。で、これについてイタリアの研究家の方から連絡がありましてね、鞘に入れていたという表現の方がいいんじゃないかというふうに、まあ、意見をいただきました。で、これ見てみますとですね、折れたような状態じゃないんですね。で、ひょっとしたら、ブッダの32相教の中に表現されているようにですね、ペニスを、まあ、しまっていた。あるいはイタリアの研究者の方が言うように、鞘の中にしまっていたではないかということになってきたわけです。で、まあ、ここで大きな軌道修正といいますかね、折れたのではなくて、下の方に溝がありますからね、これと同じのがまた後で紹介します。というのが分かってきたわけです。で、ここで出てくるのがミロのヴィーナスなんですね。どうして、まあ、釈迦流像とミロのヴィーナスかと言いますとですね、釈迦流像と、まあ、ミロのヴィーナスとはですね、髪の毛のパターンが全く同じなんです。で、この今、右の方が釈迦流像ですけども、これ横伸ばししています。ちょうど 120% 横伸ばししてみました。しますとですね、この形がミロのヴィーナスの形と一致するとは言いませんけれども、ほとんど同じであること、同じであることを私は発見しました。まあ皆さんもご覧になっていただくとわかりますように、まあ特にこの口の形がよく似てるんですね。そしてその、まあ鼻の付け根の感じなんかそうですね。で、顎の下の表現。ただ右の方は影がありますからちょっと見にくいんですけども、まあ私は大変よく似てるというレベルを超えて、同じっていうところまでいかないけど、いきませんけども、まあそれに近い状態であると思います。目はね、左の方は、ヴィーナスの方は目を開いてます。右の方は半か、目を半分閉じてますね。ですからそういった違いでちょっと違って見えるかもしれませんけども、まあ、なんて言いますか、部分的に、まあ、横の場所、左の場所を作られたのが右の方ではないかというふうに考えています。で、まあ、ガンダーブスとこのミロのヴィーナスの関係をまず皆さんに知っていただきたいのはですね、いわゆる、まあ、なんて言いますか、ブッダのその三十二相教に書かれている、まあ、内容とですね、ギリシャ彫刻が繋がるということになりますと、ここで、ガンダーブスと、まあ、ギリシャ彫刻が繋がるということにもなるわけです。特にこの口の部分なんかは、本当に同じと言ったらいいんでしょうかね。まあ、全く、まあ、一とは言いませんけど、同じというふうに私は判断しました。で、そのことはですね、私は以前もうこれが3年以上前になるんですよ、これね。ガンダーラ仏像、それからミロのヴィーナスの、まあ、釈迦流像ですね、特に髪の毛を見ていたときに同じであることに気がつきました。ただ、いわゆるまあ、ガンダーラ仏の方はですね、やや交代した位置から髪の毛がスタートしているということです。で、ミロのヴィーナスの方は前の方の部分がですね、まあ、ガンダーラ仏よりも長いということですね。ですから、額のがちょっと狭く感じますでしょ。その部分だけちょっと精査の仕方が難しかったんですけども、こうして一本一本髪の毛をたどってみますと数一同じなんで、ただ細い太いのバリエーションを書いてありますけども、数一曲がり方は同じだということが分かりました。で、ここが今日のポイントということになりますから、まあこれ3年前に作った動画からこうして拾い出してみました。ですからまあそれ以後ね、何度もいろんな角度から精査していますので、興味のある方はまた私の動画のそのあたりまで、遡って見ていただけたら嬉しいと思います。で、いくつかの違いありますね。例えば耳のあるなしで、右の流像の方は髪の毛が耳の裏側に回ってますし、左のミロのヴィーナスの方は髪の毛が上に出てますね。それからウェーブの描き方も5本あるんですけども、5本側面に、1つの側面にね、5本のウェーブがありますけども、このここですね、全く同じだということです。ただ団子の位置がですね、上と、それから団子、髪の毛の団子ね、流像の方は上についてますけど、ヴィーナスの方は後頭部についていると。まあそういった違いありますけども、ここでよく見ていただきたいと思いますけども、同じなんですね。同じものは同じということなんですね。で、こういった質問をですね、ある、まあ、方に
博物館の方にぶつけましたらですね、まあ、当時は師匠というのがいて、そして弟子たちは同じように作ったんだっていうふうにまあ説明してくださいましたけども、ギリシャとガンダーラですよ。それから、まあ、真似しなくても良いような部分なんですね。そして共にですね、一本の髪の毛がですね、後頭部に向かうにつれて途中で分かれていくわけですね。そして分かれて、まあ、後頭部に行くわけですけども、その分かり方も一致していると。まあ、ちょっと分かりますかね。ちょっとここでは見にくいかもしれませんけども、5本のウェーブがかかっています。縦にね。それも同じだということです。そして、耳の、いわゆる、まあ、いわゆるところですね。耳の近くの髪の毛なんか見ていただきたいんですけども、全く同じように流れているということなんですね。で、これはもう偶然の人はもう言えませんね。言えないということはもう、ここまで真似る必要はないわけですからね。また、真似られるはずがないわけですね。一方はミロですからね。右の方はガンダーラ仏ですからね。で、こうして比較してきますと、ガンダーラ仏と、それから、ギリシャ彫刻っていうのは関係性がわかるわけです。で、一般的には、ガンダーラ仏っていうのはギリシャ彫刻の影響を受けて作られた仏であるというふうに言われてますけども、これは影響を受けたというレベルをはるかに超えてるわけですね。で、まあ、こうして一本一本精査してみました。で、これらが同じように、まあ、彫られているということがわかりました。ということから、ガンダーラ仏と、いわゆる、まあ、ギリシャ彫刻の関係性は、今から3年ほど前に私は、把握してました。で、ここにはちょっと右の方は横の場合したんですけどもね、まあ、よく似てるっていうレベルを超えて大変よく似てるということです。で、ということになりますと、ここでですね、ガンダーラ仏、すなわち、ブッダの、まあ、なんて言いますか、32相経に書かれているようにですね、いわゆる、まあ、ブッダはですね、日常的には弾痕ペニスをですね、体の中にしまい込んでいたってことになってきますとですね、じゃあギリシャ彫刻はどうなのかということになるわけです。そう見ますと、今皆さん見ていただいている、向かって左のこのミロのヴィーナスは、これは弾痕がついてるんですよ。そのミロのヴィーナスと同じ、いわゆる、まあ、彫刻がですね、二つ見つかっています。特にその中の一つのね、ベルガムで見つかった、その像はですね、ミロのヴィーナスと全く同じなんですね。ただ、ややポーズが違います。これはギリシャ彫刻の常なんですけども、やや、まあ、ポーズが違うと言いますか、わずかな時間差を置いてデータを取ったということになるわけですね。もちろん、3D コンピューティングで作られた、いわゆるまあ、スカレットテクノロジーで作られた、彫刻ということになります。で、まあ、ここで繰り返し、髪の毛を、称号しているのはですね、まあ、このガンダーラ仏と、いわゆるまあ、ミロのヴィーナスのギリシャ彫刻とがですね、一致しているということを皆さんに分かっていただきたいからです。もっと分かりやすく言えばですね、髪の毛というのはですね、いわゆるまあ、3D コンピューティングテクノロジーでも作りにくいんですね。ですから、まあ、細いですからね。ですから、後からデータをくっつけるんですけども、そのデータの使い回しをガンダーラと、そして、ギリシャで行っていたということになります。そして、先ほどちょっと称号しましたように、顔も大変よく似ているということなんですね。その間を埋めてくれたのが32相経と、そして、まあ、ギリシャ彫刻の中で、体は女性なんだけども、いわゆるまあ、ペニスがついている、像があるということなんですね。それが、まあ、繋いでくれたということになります。しかも、ペニスについたそのギリシャ彫刻はですね、まあ、折れたのではなくて、まあ、これが、まあ、ベルガムで見つかった、像ですけどもね。で、まあ、右の方を見ていただくとわかりますように、こうして、まあ、体は女性なんだけども、あれがついているという像がいくつかあるわけです。そして、左の二つなんかはこれ、折れたような状態になってますね。そして、この、私たちがミロのヴィーナスと言ってる、まあ、像なんですけども、この像とベルガムで見つかったその像が一致するということなんです。ただ、ほんのわずかだけ動きがあります。で、まあ、こうした像も現に残ってるわけですね。こうした像があるもんですから、私は折れたんだというふうに判断しましたけども、向かって左の二つはですね、折れたんではなくて、どうも中引っ込んでるのを表現してやるというふうになったわけです。で、まあ、こうしたとこ、まあ、みんな腰巻きをね、巻いてるところは似てるとか、まあ、いろいろ類似でもあるわけですけどもね。で、まあ、ミロのヴィーナスは、これは、まあね、まあ一応女性ということで今までずっとそういった常識がですね、私たちを支配してきましたけど、これはもう女性ではない。特にこの左のベルガマで見つかった像と、それから右のミロのヴィーナスを比べていただくと分かりますように、まあ微妙なラインと言いますかね、腰のラインまで同じだということです。で、体についている傷まで同じだということですね。で、繰り返しになりますけども、ややポーズが違うのは、まあデータを取るときにですね、わずかな時間差があったからだというふうに林氏は判断しました。まあ、そのように判断してね、ギリシャ彫刻はコンピューターで作られた、いわゆる立体彫刻であるというふうに判断したわけです。まあ、立体彫刻と言いますかね、神々の歴史をですね、彫刻という形で表現した立体、まあ、歴史書であると林浩司は判断したわけです。まあ、こうして部分的に見ていきますと、違いを探すことがまずできませんね。
まあ、皆さん自身で確認してください。そしてこの腰のボディラインですね。これがですね、まあ、こちらから見ても同じだということですね。そして、ベルガマのその像の方にはついてるものはついてるんだけど、私これね、折れたんだ、折れたんだというふうに、まあ、先入観で考えたんですけども、これ折れてないんですね。先ほどお見せしました像と後で比べてみますけども、まあ、全く同じ形をしているわけです。で、腰巻きは右の方は下がってて、左の方は腰巻きが上がってるわけですね。まあ、ですからまあ、女性だと思い込んでたわけですけども、左のミノルヴィーナスはこれはまあ、いわゆるもなんて言いますか、女性ではないと、ヴィーナスではないと、アフロディティではないということですね。で、アフロディティとヘルメスの息子のハーマフロディティということになったんですけども、そうなりますと、いわゆるそのペニスのついた像があまりにも多すぎるわけですね。となりますと、みんなハーマフロディティ使ってくなりますと、そうもそうもたくさんね、ハーマフロディティを作るわけがないわけですから、まあそうではなくて、ギリシャ彫刻の、まあ、女性像はですね、みんなこうしたものをついていたというふうに林氏は判断しました。ただローマンコピーの方はですね、みんなローマでコピーされる段階で削り取られたと、やはり林氏は判断しました。まあ、all by 林氏ということになります。で、こうして比べてみますと、左のミロのヴィーナスと、それからベルガマの像とはですね、同じ、すなわち、この弾痕がついていたということになりますね。そして、一番右のですね、シャカリュー像へと話が進んでいくわけです。で、どうしてシャカリュー像かと言いますと、その間が埋まらなかったんですけども、それを埋めてくれたのが、32層橋ということになります。で、32層橋の方にはですね、ブッダはペニスをしまい込んでいたというふうに書いてあるわけですね。で、中央の像を調べてみますと、まあ、これ折れたというよりも、中に引っ込んでいる様子がこれで分かっていただけると思います。折れたなら折れたような様子になっているんですけど、そうした様子は見られないんですね。で、この、まあ、ペニスとですね、先ほどお見せしました右の像のペニスと比較してみますと、これはよく似ているというレベルを超えて同じなんですね。注意深くご覧くださいね、皆さん。はい。その、まあ、なんて言いますか、溝のようなものがありますね、下にね。そして、折れ方も、折れ方じゃ折れてないんですけどもね、これはペニスを引っ込んでいるところを表現したものでいうのではないかということになってきたわけです。となりますと、いわゆるまあ、ブッダのペニスはですね、体の中に引っ込んでいたということが、ギリシャ彫刻の方で、証明されたということになります。そして、ギリシャ彫刻とガンダーラ仏の関係は、ミロのヴィーナスとシャカリュー像の関係を調べ、先ほど今紹介しましたようにね、髪の毛なんかを見ていただくと、それがわかるということになります。そして、この32層橋というのは、パーリ語で書かれた原始経典の一つということになりますからね、出典は明らかってますかね。後に、まあ、例えば中国なんかで捏造された経典ではないということですね。で、まあ、ギリシャ彫刻の方ではですね、体が男性の像もあるわけですね。で、そうした男性はですね、こうした、ま、使い物にならないような子供の、言ってますか、幼児のそれを持ってるわけです。で、女性像の方はですね、また一方こうしたものを持ってる。すなわち、ギリシャ彫刻ではですね、男女というふうに分けていましたけれども、男女と分けるんじゃなくて、みんな両性具有でですね、男っぽい体の人は、幼児のようなチンチンを持っているし、まあ、チンチンなんて言ってしまいましたね。で、まあ、その女性っぽい体の人は、まあ、チンチンを体の中に引っ込めているというふうになってきたわけです。で、こういう流れと、そして先ほども繰り返しになりますけど、32層橋に書かれているようにですね、ブッダのチンチンはですね、体の中に引っ込んでいたってことを、で、つなげ合わせますと、どうも、その、なんて言いますか、ギリシャ彫刻で表現されている、彫刻とセクラカンダーラで表現されている、まあ、ブッダ表現されている彫刻の間に、こうして、まあ、相関性と言いますか、連続性と言いますか、つなげができたって、できてきたということになります。高彩さん、88さん、どうもありがとうございました。これでですね、まあ、物的証拠といいますか、文書として、このガンダーラ仏とそれからギリシャ彫刻が繋がっていたということですね。言い換えますと、一番右のこのシャカリュー像に関して言えばですね、どうもこの人は男ではないということになります。まあ、だからといってね、ブッダが女性ということ、子供では言い切れませんけども、その可能性は大変出てきたということですね。まあ、いわゆるこれらの彫刻がですね、まあ、私たちが神々と呼ぶエイリアンで作られたということですからね。ですからそういった視点で見ますと、まあ、そういった意味を持たす、意味のある彫刻を作ったということになるのではないでしょうか。すなわち、まあ、エイリアンはですね、こういう形で、ブッダというのは女性だったんだよということを私たちに示しているということですね。そういった視点で、もう一度このシャカリュー像を見ていただくとわかりますように、まあ、これは男性の体とはちょっと言い難いんですね。非常に丸みを帯びた、まあ、いわゆるまあ、可愛い少女のような体をしているということになります。まあ、ということで、まあ今日はですね、ブッダは本当に男であったかということを皆さんにお伝えしたくて、この動画を作りました。皆さん、常識ほど当てにならぬものはないということですね。それは冒頭に申し上げた通りです。それでは皆さん、Bye for now!
Mr. Alex M.G. wrote to me as follows. Yes, I know you think they are asexual, and I strongly believe you are correct. I am researching this topic myself at the primordial god of creation in all religions and mythology was androgynous. I think you are into something big here. The ancient Egyptian god Akhenaten had a feminine shaped body but was supposed to be male. However, some have breasts as well as a man genital, therefore they are both genders in one body, I would say. そうです。彼らエイリアンは無性、つまり男女の性はないであって、私はあなたが正しいと強く信じています。私も自分でもこの問題に取り組んでいます。あなたは深い問題に取り組んでいると思います。つまり、すべての宗教かつ神話における創造の神は両性、つまり男女の性を同時に持つであったとです。古代エジプトの神のアクエナテンは女性系の体つきでいながら一般には男性と考えられています。胸がある一方で男性器も持っています。つまりそれゆえに両方の性を一つの体の中に持っているということです。アレックス M.G. より広林浜松セリジャパン。そこにあるものを素直な心であるがままに見る。それで謎は向こうから解けてきます。ツタンカーメンの父親と言われているアクエンアテンです。アクヘナテンとも呼ばれています。で、このアクエンアテンを見てですね、これが人間の体なのかということです。あるいは男性の体なのかということですね。で、こうしたミイラも見つかっています。アクエンアテン、つまりツタンカーメンの父親です。その父親とその兄弟の間に生まれたのがツタンカーメン王、別名キングツツです。そしてその母親はやがて亡くなり、同じく兄弟、つまり姉妹のうちの一人ネフェルティティと、結婚という形もどうかと思いますけども、その間に生まれたのがメリタテンという、ツタンカーメンにしてみればですね、妹ということになります。それは今日のテーマではありません。頭を見てください。異様に長いのがわかりますね。私が横長長頭人間と判断している頭蓋骨です。で、中央がアクエンアテンです。で、これが壁画といいますかレリーフですね。で、向かって右側にいるのが父親のアクエンアテン、そしてその左にいるのがネフェルティティ、つまり、お母さんですね。そしてここにいるのがツタンカーメン、そしてさらにその左にいるのがメリタテンということになります。このアクエンアテンを見てください。どう見ても人間離れしているわけですよね。で、それについてアレックス MG さんという方から冒頭で紹介しました手紙が届きました。つまり古代の神々は無性、性がなかったということですね。あるいは両性を合わせ持っていたということです。そして大変興味深いことを指摘してくださいました。女性系の体つきで一般には男性と言われていると。で、もう一度見直してみました。
あるがままを見ていただきたいと思います。まあ、こうした像はですね、あるがままを表現したものと私、林浩司は考えています。違った像を作ること自体が当時の雰囲気からしてですね、許されなかったことだと思います。で、この体つきを見るとですね、誰が見ても難しい分析など必要なくてもですよ、これは少なくとも女性の体つきということになるのではないでしょうか。この黄色い丸の中に弾痕らしきものがないのも大変気になります。ともかくもこれがアクエンアテンの像ということになります。そしてアレックス MG さんが指摘なさっておられるように、どうやら胸らしいものもあるようです。大きく膨らんでいるのがわかります。別の像でもそれが表現されています。この赤い丸の部分に注意してください。この乳首を見るとですね、これは女性の乳首ということになるのではないでしょうか。まあもっともね、男性でもこのような乳首を持った方はいらっしゃいますので決めつけることはできませんが、しかし、まあこうして考えるとですね、やはり古代の神々は無性もしくは両性具有であったことがわかります。で、結論ということになります。古代の人たちは自分たちが見たものをそのままありのままに懸命に残そうとしました。こうした像もそれらの中の一つということになります。となると、今私たちがすべきことは、こうした像を見てありのままにそのままそれをまず解釈するということではないでしょうか。ひん曲げて、ねじ曲げて、こじつけて、自分たちの都合の良いように事実を覆い隠してはいけないということです。大切なことは、そこにある事実をあるがままに素直な心でまず見るということではないでしょうか。そして古代の人たちの心に帰って、彼らが私たちに何を伝えようとしたか、それを知ることではないでしょうか。私はアクエンアテンの像を見ながら、そんなことを考えました。いかがですか。 Bye for now. Initial DNA analysis of Parker's elongated skull was released with incredible results. They contain only one parietal plate rather than two. The fact that the skull's features are not the result of cranial deformation means that the cause of the elongation is a mystery and has been for decades. パラカスの長頭蓋骨に関する初期分析が公表されました。それは信じられない結果でした。それらの頭蓋骨には2つではなく、たった一つのパリエタルプレート、つまり頭頂板しかなかったということです。頭蓋骨の特徴が頭蓋骨の変形によるものではないという事実は次のことを意味します。つまり、長頭は謎であったし、何十年もの間ずっと謎のままだったということです。今ご覧いただいているのが左上が人間の頭蓋骨です。右3枚はですね、エクアドルで見つかった
超頭頭蓋骨ということになります。頭頂板がですね、人間の場合は、縦に二つに分かれていますけども、超頭人間の頭蓋骨はですね、割れていない。つまり、頭頂板が一枚である点に注意してください。右の写真はですね、まあ、こうしたことが話題になる2012年以前に私がストックしておいた写真の中から見つけたものです。注意深くご覧ください。左は人間です。右は、まあ、超頭人間の頭蓋骨ということになります。DNA 鑑定するまでもなく、右の頭蓋骨はですね、少なくとも人間のものではないということになります。広し林、浜松市、ジャパン。Why can't people accept the truth as it is? Which is the biggest mystery to me? Don't hide from the truth. Truth is in here. You'll find it here in this video. 広し林、浜松市、Japan.人間の頭蓋骨です。この矢印の方向線に注意してください。人間の頭頂板はこのように分かれています。が、コーンヘッドの頭にはそれがありません。これが皆さん事実です。どうしてこうした事実を素直に見て、認めて、そして受け入れないのでしょうか。右下がコーンヘッドの頭蓋骨です。見にくい点があるかもしれませんが、しかしよく見てください。中央の方向線がありません。つまり、コーンヘッドは少なくとも人間とは違った骨格を持っているということになります。イコールエイリアンということにはならないのかもしれません。つまり、地球同化型のエイリアン。ということになります。方向線に注意して、コーンヘッドの頭蓋骨を見てください。コーンヘッドの多くには、こうした中央の方向線がありません。DNA 鑑定するまでもなく、事実が事実を示していると思います。遠い遠い昔、コーンヘッドは火星からやってきました。そして、この地球に同化した、と、私、林博士は考えています。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan.Why can't people believe in what they see? Mystery of humans. Today's story is about a mystery of humans, ourselves. Why not we can believe in what we see? But in English-speaking countries, they say seeing is believing. But people very often don't believe inWhat they see. You know why? One thing I can say here is that they don't like to believe in what they see. But that is not all. When they believe in what they see, the whole ideas in old rooms of their brains would collapse, of whichThey are afraid very much. People want to stay in the labyrinths of mysteries rather than to make adventures into the unknown world. That is called conservatism. Then I would like to ask you which way you choose to go.
One is a way to make an adventure with me, or another way is a way to stay in the world as you do now. Okay, here is one example that I can show you now. This is an elongated skull unearthed in Paracas in Peru. This is not at least a human's skull, since it has got only one parietal plate, which is different from humans. Compare the elongated skull with a human's. I say here, seeing is believing. We can't say here now that elongated skull is the one of aliens or extraterrestrial beings. But it is at least not a human's. Today's story is about people who have got elongated skulls with only one parietal plate. These people are called Paracas people who might have come from the outer space, or we call them ETs. Or I may say here, they are aliens. Do you accept my idea? If not, the door to the new world would be closed as ever before you. Please watch the following videos, for which I thank you very much. 謎、また謎。しかし、最大の謎は、実は人間自身なのかもしれません。古くから、seeing is believing。百聞は一見にしかずと言います。しかし、中には、それを信じない人もいます。見ても信じないのですね。で、今ここにお見せしているのは、パラカスで見つかりました、超等人間の頭蓋骨です。で、これは DNA 鑑定もなされていますけども、DNA 鑑定などするまでもなく、頭の骨を見ればわかるわけですね。いわゆる頭頂板と言いますけども、前から見ますとですね、人間の場合は中央で二つに分かれています。しかし、エロンゲイテッドスカル。超等人間の頭蓋骨 にはですね、真ん中で分かれている線、すなわち、縫合線というものがありません。全体として見ると、人間の方は頭で3枚の、ちょうど頭の中央でですね、3枚の骨が集まっています。しかし、超等人間の方は、それが、後頭部の方ですね、1枚に見えます。これが決定的な証拠ということになります。だからといってですね、超等人間イコールエイリアンというわけにはいかないかもしれません。エイリアンというためには、その間に、いくつかの、ハードルがあるわけですね。しかし、少なくとも人間ではないということです。もっとわかりやすく言いますと、骨の数が足りないわけですね。いくら変形頭蓋骨だと言ってもですね、骨の数まで変えることはできません。そのことをですね、こうした論文が今説明しているわけです。で、それについてですね、こうして私が何とか皆さんに超等人間の頭蓋骨の写真を見せてきました。が、驚くべきことに、この超等人間の研究っていうのはほとんどなされて、いなかったわけですね。そして最近になって、このパラカスで見つかった超等人間の頭蓋骨を、DNA 鑑定した先生がいらっしゃいました。そして、その DNA 鑑定の結果、人間とは違うミトコンドリアを持っていた。つまり、酸素呼吸はしていたけれども、人間のものではなかったということです。ということをご理解の上、続くビデオをどうかご覧ください。Thank you very much. Bye for now. Hello. This is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan.
Elongated Scars and Parkas, an interview with Mr. Brian Forrester. It's my pleasure here to introduce you Ancient Origins, which is one of the most reliable websites for the people who know we are not alone on the Earth. In this footage, Ms. April Holloway of Ancient Origins conducted an interview with Mr. Brian Forrester, a researcher and author, about the elongated scars excavated in Parcas, Peru. It's also my pleasure that I have had a chance to translate the interview into Japanese on this occasion. I thank you very much. In Japanese, 皆さんこれが超等人間と言われている人間ではない、まあ、知的生命体の頭蓋骨です。世界中で発見されています。身長は、まあ、1メートル80センチ前後あったと言われています。で、最も信頼のできるウェブサイトの一つが Ancient Origins です。まあ、この中でパラカスの超等人間の頭蓋骨のですね、DNA 鑑定を実行した、ブライアン・フォルスター氏との、まあ、インタビュー記事が、と言いますか、YouTube で紹介されていました。それを今日はじっくりと日本語に翻訳してみましたのでご覧ください。で、まあ、数学的消去法でいけばですね、人間ではないということになりますと、エイリアンということになるんですけども、ここが問題なんですね。人間ではないということは証明できるんですけども、イコール、まあ、エイリアンっていうふうにはならないわけですね。まあ、他にもいろいろな細かい可能性が考えられるわけです。これが、ミスター・ブライアン・フォースターです。超等人間の遺伝子の解明。ブライアン・フォースター氏の対談ということになります。まあ、じっくりとご覧になってください。お読みください。Thank you.So, Brian, thank you very much for joining Ancient Origins for this interview about the elongated skulls in Paracas. Some of our viewers will have already seen an interview we had some time ago about various research around elongated skulls. But I'm really enthusiastic about this interview because it relates to a recent announcement you made about some genetic testing that has been done on one of the skulls found in Paracas.So to begin with, could you please just give a little bit of background about the Paracas skulls in particular and what makes them different from other elongated skulls that have been found? Well, what's kind of intriguing is if you look on the internet to any photo, you know, website, and if you put in something like alien skull or human hybrid skull, quite often the Paracas skulls show up predominantly because they are so...large in size, some of them are very natural looking, and also there are so many of them that have been found, which is quite intriguing. So would you say that some of the features that these skulls have rule out the possibility of cranial deformation, you know, processes like head flattening or head binding, which are known to have happened in other cases of elongated skulls?Well, that is the curious point in that cranial deformation is known to have occurred in many different parts of the world, most prominently about 2,000 years ago, from the Middle East, even Melanesia, Central America. But because I've been intimately engaged with the elongated skulls of Paracas and the Paracas culture in general that died out 2,000 years ago, I've had the opportunity...to look in person at numerous of the skulls, as well as hundreds which are in collections all around the world. Mm-hmm. And some of them, I would say possibly between 5% and 10% of them do not show obvious signs of cradle boarding or other forms of cranial deformation, which generally tends to create flat surfaces, either in the forehead or the back of the head.Some of these literally look like they are natural in appearance.
And so I've also heard that some of the other features include increased volume and increased weight compared to other skulls. Is that not something that could also happen as a result of head flattening, where, you know, through the process of binding, the size actually increases, or is that absolutely not possible? Well, from the doctors that I've spoken to, they said that you can alter the shape of the skull, but you can't increase the size of the skull, because what the skull is genetically predetermined to have a certain volume, and so it's much like in terms of, you know, the analogy I have is pottery, where you have a piece of greenware, which is a pot which is not quite dried yet, you can alter its shape, but you can't change the volume of it itself. Some people have stated that the reason why the Paracas could have had denser skulls or, you know, be heavier, etc., is the result of their diet or you know, malnutrition or whatever. And the thing is that they had an incredible diet of seafood as well as terrestrial plants. They probably actually ate better than most of us do today. Mm-hmm. And so the study of these skulls is becoming a lot more interesting now that we have the technology for extracting DNA and analyzing DNA. Before any testing was undertaken, did you have any theories yourself about what might be found? Well, I conjecture anything. Of course, I've had many different ideas, but I've been waiting for actual DNA analysis, and that has taken an incredibly long time, mainly due to lack of funding and also finding a geneticist who, A, is open to studying this, doing it at a fraction of the normal cost that it would cost commercially. And we, importantly, we wanted to do this independently, because going through any governmental or private foundation or whatever would probably result in the results either being deleted or altered or being kept for purposes other than my intent. And my intent simply is to find the truth as to who these people were. Mm-hmm. Yeah. And so can you explain a bit about the testing process that actually took place or has taken place so far? Well, it's a very complex process, and most people don't realize this because they think, well, DNA testing is quite simple now. I can go and have my, you know, a blood sample extracted and be told within a few days, you know, all of my genetic ancestry. But what you have to take into account is the last of the Paracas died 2,000 years ago. And so you're talking about 2,000 years of the degeneration of the material. The late Lloyd Pye, who I was acquainted with, you know, very personally and professionally because of his fascination with this, his analogy is that to take a sample and analyze it from somebody who's living is the equivalent of looking at or studying a crystal bowl, because it's, you know, it's complicated and intact. And then he said the equivalent of ancient DNA is throwing it on a concrete floor, because it becomes shattered into tiny little segments. So it's only the most recent, sophisticated, extremely expensive DNA analyzing equipment that can take all of those tiny segments and put them back together. So it's been very, you know, very difficult to find someone who would pursue that. We actually have two different geneticists at work, but it happened to be this one who's had samples for more than 2 years, who has given me this initial result, which completely shocked him. And so the thing most people really want to know is what exactly was found in that initial result. Yeah, and basically what, you know, what I can say is that he speculates that there are segments of the DNA of the Paracas which do not match anything in GenBank, which is the genetic database located in the United States that contains all known genetic DNA information. So he said there are segments which don't seem to be any haplotype of human that we know of, also not related to Neanderthal or any other human-like
being that has been studied so far. Quite incredible, really. But now you have emphasized that this is phase one or stage one of the testing. What then is the next stage after this one? Is it possible that this result is contaminated or it's not accurate and that further stages may reveal something different? It is possible. However, you know, this person who lives in the United States and has a doctorate, he does a lot of contract work with the U.S. government. So clearly the government wouldn't choose someone who was flaky or a sensationalist. He's taken a lot of time. It's been more than 2 years for him to give us the initial result of one sample so far. But he does have samples from three different skulls from Paracas. And so what I'm hoping is that this, and the reason why I released it, this information, is to try to generate interest from the public so that we can do a fundraiser in order to be able to study the other two skulls as well as other samples from the three skulls themselves so that we can replicate the tests as many times as possible to see whether or not this is an anomaly or whether it's something which is truly mind-blowing, I guess is the term. Yeah, exactly. And is it possible, the fact that it doesn't match anything in the gene bank, could it be that this is just a one-of-a-kind mutation, a mutation that hasn't been seen before and is just unique to that particular race of people? It could be, but again, the whole study is so new that and the Paracas are very mysterious people. Nobody has really studied them for about 70 years. The people who study them now study their textiles, but the whole idea of the fact that their skulls seem to be of a different shape has been dismissed in general as simply being cranial deformation. But in fact, nobody knows where the Paracas people came from. They lived on the coast of Peru, and through my studies, I believe that there's a certain percentage of their ancestry that comes from another part of the world, because they also, amongst the royalty, seem to have had reddish-brown hair, which is not a Native American characteristic, and they were reasonably tall. Some specimens we found were 5'10" to 6 feet to even taller in height, and that's quite atypical of a Native American person 2,000-plus years ago living on the coast of Peru. Mm-hmm. And so what is your opinion about these findings? Do you have a view about what this actually means, this result? Well, the theory I'm developing is that the Paracas are a mix of different types of people. The area they chose to live 2,000 years ago was much lusher than it is now. It would have been a perfect place to for a society to live. In terms of food production, the fact that they had totora reeds and still have totora growing on the coast of Peru meant that they were capable of building not only little boats, but probably large ships out of reeds. They had cotton to make sails, and they could have been great seafarers. I also believe that the famous Nazca people, who also occupied the area after the demise of the Paracas, could literally have wiped the Paracas culture out. Their knowledge absorbed some of their, some of their people would have interbred with the Nazca. But elongated skulls disappear in the Paracas area 2,000 years ago, and that corresponds with the arrival of the Nazca, who were a very warlike people. And so you say a different sort of mix of people. Now, the thing on everyone's mind is, are these skulls alien? Are they extraterrestrial? When you say a different mix of people, do you think there's a possibility that, a race of beings did arrive in this part of the country and perhaps bred with humans? What's your view on that? Well, I'm open to the idea. The thing is, I don't want to go too far in that direction yet because, again, we've only had an initial result, but due to the fact that the geneticist has found segments of DNA which don't correspond to anything,
I think it's doubtful that they're a separate breed of type of humanity, because where would they have come from? Mm-hmm. And again, the strange thing is this predominant aspect of these elongated skulls amongst the royal family is very, very odd. So future sampling, future results will either reinforce or dismiss the result we have. But I think we're looking at something very intriguing, and I don't, I don't dismiss the idea of there having been off-planet either intervention or something. And Lloyd Pye was very strong with that idea. He simply said, these are not human beings. Mm-hmm. And speaking of Lloyd Pye, are you to sort of carry forward the research he was doing, or do you know what is being done about the research that was being undertaken by Lloyd Pye? Yeah, several months before his death, he passed the Star Child skull and the information on to a group of people because he knew he was ill. He wasn't sure if he would recover, and so they are, they're doing major fundraising. They've done a lot of genetic analysis, which people can see on Lloyd's website. The thing is, people really have to spend the time to read all of the information, because you can't get a full picture of what the Star Child is or was, through 5 or 10 minutes of reading. There's been a lot of money and effort spent on Star Child. And the unfortunate thing is there's only one Star Child, whereas there are hundreds of Paracas skulls. I mean, it's... Yeah. Yeah. It's amazing, and the access is quite astonishing too. Because being related with the Paracas History Museum, I've assisted in building up the collection to 40 skulls so far, and we are very open to researchers from around the world coming, whether they're doctors or geneticists or whoever, because we honestly want to get to the bottom of this, and any outside help is very greatly appreciated. Well, I guess the quantity really opens up the possibility to replicate these, results and keep everyone happy by doing those extra studies, having different researchers using different skulls, because then whatever the result will be a lot more convincing after all that replication has been done. Yeah, that's exactly it. And any scientific test means that you have to be able to replicate it. And that's why, again, this is an initial, you could even call it teaser result that I sent out to the public. Also, a number of individuals assisted me in raising $7,000 for testing, and I wanted them to know in 2 years that we actually did have something, that the money wasn't absconded or blown on anything. It 100% went into it. We also have another geneticist working on completely other samples as well. That's Dr. Melba Ketchum from Texas, who, of course, is embroiled heavily in Bigfoot studies, which is she's got a lot of flack from. But I still believe in her, and there may be another one or two genetic study organizations that may come on board with us. And so the more that do the analysis and the more cross-referencing we can do, the better for this whole project. Mm-hmm. Yeah, great. Now, there are a lot of people out there who are skeptical. They do sort of question or they want to see these results firsthand on paper. They want to know, the name of the geneticist, the name of the institution, and they do become suspicious when some of these details aren't yet available. How would you address those concerns? Well, I have actually spoken with the geneticist about it, and he has said that he will be willing to address the public about this, but not after one test, because it's too easy for skeptics or whoever to rip his information apart. And so as a scientist, he wants to make sure that he's done several replications, and then when he's comfortable, then he will come forward himself and discuss what it is that he believes we're looking at. Okay, that's great. That's very positive. So moving forward from here, what's the time scale
relating to further testing and also the fundraising process. I mean, if somebody did want to get involved in this, what could they do? Well, at the moment, I've been in discussions with someone who wants to set up an Indiegogo campaign about this, and I've been discussing with him for about 5 months, but the timing hasn't been right because we've been preoccupied with other things. So probably within the next 2 or 3 months, we will set up a campaign very specifically targeted to very specific things. We'll have a complete list of where any funds will go, completely itemized. I will get nothing from it, just as I've received nothing financially from the previous fundraising that we did. And other samples have recently gone to the geneticist from a third party. And I'm still waiting for some kind of result from Dr. Melba Ketchum. She's trying to actually get at least one, if not more, laboratories in the U.S. to do complete genome studies, which is very complicated and technically would cost an absolute fortune, upwards of at least $100,000. So we're hoping that other geneticists will be able to volunteer their time and the use of their equipment for the good of, you know, basically we're doing this for the good of humanity, not for any kind of personal benefit. Yeah, I mean, the knowledge is incredibly important, regardless of what these skulls end up being, human or otherwise. It's still incredibly important for unraveling the history of our past. These are obviously an incredibly mysterious group of people. Well, definitely. And the thing is, since elongated skulls have also been found amongst the Olmec of Mexico, also in, not necessarily, people have said Russia. It's not really Russia. It's actually the area of Georgia and that area, there's quite a number of elongated skulls have been found there that date back about 2,000 years. And actually, I've been mapping where this process has existed all over the world. And so what I'm trying to do is try to set up some kind of concept of migration pattern, or in fact, were these different groups genetically related? We don't know yet. It's an ongoing procedure. But I'm very thankful that you know, wanted to cover this story at this time, because we're at the beginning, any time that I get more information, I'm more than willing to share it with you. Well, thanks very much, Brian. We really appreciate you, informing us of everything going on, and we really look forward to the updates that you provide as things progress. Well, thank you, and your organization, Ancient Origins, is a phenomenal success. I'm very much a fan. Many other people are. You're growing very rapidly, and it's wonderful that such a group as yourselves are presenting this information to a global audience, because in the past it's always been little, you know, small groups of people trying to do what you're attempting, and you're doing an incredibly good job at it. Oh, thank you very much. Really appreciate it. My pleasure. Mr. Brian Forster and Ancient Origins, thank you very much for your effort. ということで、まあ、どのように判断なさるかは、私たちの問題ではないかと思います。ということで、まあ、これを確たる証拠と言わずして、何というかという問題なんですね。まあそういうことも含めまして続くビデオをどうかご覧ください。See you again next time and bye for now. Hello, this is Hiroshihayashi Hamamatsuri Japan. This is an alien and it's conclusive and physical evidence. Ladies and gentlemen, this is an alien. Here is The evidence. 皆さんこんにちは。今日はエイリアンがこの地球上にいるという決定的かつ物理的証拠をお見せいたします。これはですね、
もう半年以上も前に私が調べたエクアドルの、まあ、他のことで調べてた写真の中に混ざっていました。この頭蓋骨が、こそがですね、まさにエイリアンです。そして、この地球にエイリアンがいるという物理的かつ決定的証拠です。まあ皆さんご覧ください。これはエイリアンです。人間ではありません。人間ではないということはエイリアンです。見つかったのはエクアドルです。どうしてこれがエイリアンかと皆さんお思いになるでしょ？実はですね、頭頂骨が1枚でできているからなんです。これは人間の頭蓋骨です。左下はエイリアンの頭蓋骨です。人間は頭頂骨が3枚より合わさってできています。しかし、エイリアンは1枚しかありません。このライン、方向線って言いますけども、方向線を見比べてみてください。エイリアンの方にはその方向線がありません。続くビデオをどうかご覧ください。Thank you. Hello, this is Hiroshi Hayashi and Kemiya, Japan. A scar in Tonkarin, cranial deformation in Japanese. Kemiya さんからですね、トンカラリンの近くで変形頭蓋骨が見つかった。超頭頭蓋骨ではないかという連絡をいただきました。まあ、それについて調べてみました。で、まあ、そのビデオも見てみました。で、超頭人間、まあ、コーンヘッドとも言いますけども、頭蓋骨は全世界で見つかっています。私が、最初に知ったのはこのコーカサスですね。で、まとまって見つかっています。それから最近見つかったパラカス、というかこのパラカスの頭蓋骨は最近ではありませんけども、DNA 鑑定がなされました。それから、ナスカでも見つかりました。アタカマ、エジプトでももちろん見つかってますけども、ツタンカーメン家族は、このような超頭人間であったというふうに言われています。それから場所わかりませんけども、ロシアでも、それから全世界であちこちで見つかっています。で、日本でも、まあ、見つかったということになるわけですね。で、これがその変形頭蓋骨ですけども、これは果たして何なのかということなんです。この頭蓋骨の特徴はですね、顔の前面部が、まあ、ぺしゃんこになっていると言いますか、普通ではないということですね。で、まあ、ビデオの中では、なんかこう板のようなものを当てて、そしてまあ、変形させたんだというような説明がなされていました。じゃあ、コーンヘッドとヒューマンはどこが違うかということなんですね。ちょっとこの絵では見にくいんで、写真いろいろ探してみたんですけどもね、真上からの写真がないんですね。で、私これ自分の書いた本の中から、撮りました。このように3枚に人間の頭っていうのは、頭蓋骨っていうのは、真上から見ますと3つに分かれてるんですね。いわゆるその、頭頂骨が中央で2つに分かれているわけです。これがまあ人間の頭蓋骨なんですけども、コーンヘッド、いわゆるまあ超頭人間の頭蓋骨にはその今言いました中央のラインがないんです。方向線って言いますけども、それがないんですね。で、このあたりにその縦の方向線があるはずなんですけどもないんです。これが超頭人間の特徴なんですね。で、このもう一つまあこんな頭蓋骨もあるんですけど、これをその変形させるといっても限度がありますからね。で、まあ、この頭蓋骨も、まあ、人間の比べてみればわかりますよね。まあ、変形させる言ったって、ここまで変形して骨が発達するんだろうかって疑問もありますけども、これも、この超頭頭蓋骨も中央に方向線がありませんね。皆さん自身でご確認ください。これがコーンヘッドの特徴なんです。DNA 鑑定するまでもなく、明らかに私たち人間とは違った、まあ、DNA を持った生物体である。まあ、もっと言えば知的生物体であるということになります。で、パラカスで見つかったコーンヘッドマン、なあち、イロンゲティというスカールについてはですね、すでに DNA 鑑定が終わっています。で、その報告が、まあ、発表されているんですけども、それはまさに
驚くべき内容のものであったというふうに、この報告書は最初に書いています。で、これをずっと見ていきます。まあ、この続くビデオの中でもう一度説明すると思いますので、ここでは簡単に、まあ、見てください。まあ、パラカス頭蓋骨はですね、今までは板で挟んで変形させたというんですけども、それだけでは説明できないと。25% も大きく 90% も重いことが分かったと。そしてこの次なんですね。頭頂骨には2つではなく、1つのパリエタルプレートというんですか、頭頂板しかなく、先ほど説明しましたように、2つが寄り合ってじゃなくて、1枚しかないということですね。ですから真ん中の中央の、にある、あるべき方向線がないわけです。これがパラカス頭蓋骨の特徴であり、また、人間でもない、霊長類でもない、ミトコンドリア DNA を持っていたと。まあ、酸素呼吸はしていたけども、人間ではないということですね。まあ、ここまではっきり分かっているわけです。そして、まあ、この報告書はですね、人間とは交配できなかったということは、まあ、性行為をしてもですね、妊娠出産には結びつかなかっただろうと、そういうふうに結論付けています。これがパラカスの、ペルーのね、ナスカの近くですよね。サンサの大食堂のすぐ近くですけども、そこで見つかったものです。結論から言いますと、まあ、トンカラリンの近くで見つかったこの変形頭蓋骨は、その、まあ、なんて言いますか、コーンヘッドマンとは一線を画していますか、違ったものであり、イコール人間のものである。まあ、変形させられたかどうかということはまた別問題であり、私には興味がありません。ということで、まあ、ケミヤさん、報告を終わります。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Tube Store Matabe and edited by Hiroshi Hayashi. Conehead Man in Japan. 超頭人間は日本にも来ていた。Tube Store さんと Matabe さんから大変こう、まあ、重要な情報が寄せられました。Conehead Man は日本にも来ていた。その証拠と、そして Conehead Man はエイリアンであった。その証拠と証明です。これがチューブスターさんが送ってくださった写真ですけども、この写真はまあコーンヘッドマンですけども、どこの写真かわかりませんが、それは重要ではありません。この頭を見てください。で、チューブスターさんが言うにはヘルメットなのかということなんですね。まあ、像の感じからして日本の像でないことは確かですけども、これはマタベさんが送ってくださった、写真ですけども、これは戸田市ですね、から発掘された南原遺跡っていうんだそうですけども、そこから発掘された写真、土偶ですね。ごめんなさい、埴輪です。埴輪ですよね。で、柴又八幡神宮で、発見されて、そちらに、ごめんなさい、陳列してあるそうです。で、この二つの二枚の、てか、チューブサーさんとマタベさんの写真を見てですね、まあ、いろんなことに気がつくわけであります。まず、第一にこのエイリアンは地球へ来ていたということです。そしてこのエイリアンはですね、共通のヘルメットを被っていたということなんですよね。まあ、それはこれから、おいおい説明していきますけども、これはヘルメットなのか、デザインが延期や延期のね、頭と似ていると。確かにそう、これは右の方はイシュタール、すなわち、エジプトではマリ、それからヘブライ語ではマリアですね。はい。これがですね、曲線をカーブを見ていただきたいんですけども、明らかに、なんて言いますか、明らかにというか、まあ、明らかということは、警察には使えたかありませんけども、ヘルメットですね。で、髪の毛は下の方にあるっていう感じですからね。あるいはこれ全体がヘルメットかもしれません。というのは、人間型のね、顔をしたヘルメットを被ると。そういった事実もいろいろ浮かんできています。ですから、顔だけ見て、あ、これ人間だというふうには判断なさらない方がいいと思います。で、これはですね、エンリルからある王がですね、シュメリアン
真ん中の聖面ですけども、神剣を渡されているということですね。丸い輪に短冊がついています。前方後円符の形ですよ。そしてこれをイナンナ。これはイスターのことですから別の絵なんですけども、延期がです。これ延期と書いてありますけども、説明にはね、エンディルということになりますよね。エンディルが神剣をイスタール。なあち、イスタール、イナンナに渡しているところですか。名前はいろいろ変わるんですね。この女神はですね。それはケイミヤさんが教えてくださいました。で、まあ、これもイナンナ、イシタールです。で、この頭をここで見ていただきたいんですけどね。まあ、この黄色いのは、神剣は和と、それから短冊です。で、この頭を順に比較してみますと、皆さん同じだということにお気づきになると思います。コンセプトが同じなんですね。なんていうのかな。ふにゃ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 と波のようなものがくっついているということなんですよね。そして、それと、またこれがシュタール、いわゆるイナンダですね、の頭と比べてみてください。これでも決定的ですね。これはエイリアンのヘルメットであると。いわゆるアヌー王たちのね、息子たちと、そしてその孫娘のヘルメットであるということは、これで証明されました。それから今度はエイリアンの証明をこれからしなくちゃいけませんので、それにはこのダヴィンチの描いた絵を見てください。ダヴィンチ、左のがダヴィンチです。で、右にいるのがコーンヘッドマンですね。仲良かったんですね、この雰囲気からして。で、頭をこう比べてみてください。同じだということにお気づきになると思います。いわゆる超等人間、コーンヘッドマンです。で、これはブルガリアにある、ソフィアにある、アレクザンダー・ネフスキーという、寺院です。その中に、こうした2枚の絵があるんですけどね、左側の絵が古い、っていうか、右の方が修復されたのが新しいのかよくわかりませんけども、この真ん中、色男、このビショップの顔を見てください。鼻が低くて、そして、なんて言いますか、頭が長くてってことに、わかりますね。これがコンヘッドマンです。手が異常に長くて小さいです。腕が長くて手が小さいです。これがパラカスで見つかったコンヘッドマンです。で、これは DNA 鑑定がすでになされています。これがカシケ柴又で、の八幡神宮にある、超等人間ですね。やはり比べてみますとわかるように頭が長いことわかりますね。いわゆる超等人間は日本へも来ていたということです。これが事実の証明ですね。超等人間は日本にも皆さん来ていたんですよ。そして重要なことはですね、このコンヘッドマン、超等人間は人間ではありませんでした。明らかに人間とは違う DNA を持っていました。その鑑定の結果も出ています。エイリアンは皆さん存在するんですよ。これを証拠ではずして何というかということで続くビデオをどうかご覧ください。皆さんも納得してくださると思います。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Today's story is about, again, long-haired men. I say long-haired men are not at least humans, but most possibly long-haired men were or are aliens. This is a story about it. In Japanese, Makote さんという方からですね、こんなメールをいただきました。ペルーのパラカスの超等人間の DNA を調べたらですね、まあ、人間とは全く違ってたということが分かったというんですね。で、そのホームページを紹介していただきましたので、今日は皆さんに紹介いたします。Ancient Origins というホームページなんですけども、そこにこんな論文が出ていたんですね。そして、パラカスというところですね、まあ、サンサの大食台のすぐ近くですけども、そしてペルーのナスカ平原のすぐ近くです。のパラカスというところで、まあ、そのロングヘッドの、頭蓋骨がたくさん見つかってるんですね。で、これがその一つなんですけども、この DNA を調べたら、なんと、人間ではなかった。少なくとも人間ではなかったということが分かったというんです。まあ、それを翻訳しましたので、それを読んでいただければいいんですけども、それは信じられない結果であったと。で、パラカスというのは今言いましたように、ペルーのですね、南海岸、インカ地方のピスコ州にあると。先ほど言いましたように、サンサの大食台という、まあ、丘に描かれた食台の絵があるんですけど、その近くですね。でそこに、まあ、たくさん、まあ、長い頭を持った個体、まあ、人間とは言ってませんし人とも言ってませんね、
individuals 個体と表現してあります。でそれを パラカス頭蓋骨っていうんですけどね、その DNA を分析しましたら、まあ、実にこの不可解な頭蓋骨についてですね、その初期的な情報が公表されました。日付はまだごく最近ですね、2014年の2月5日ですから、まだ6日前ですね。全く新しい情報です。で、まあ、昔はですね、昔というかソジャン地方ではですね、頭に板を挟んだり、頭を挟んだり布で巻いたりして長いロングヘッドを作ったような習慣もあったんですけども、そうでない骨もあるわけですね。そしてそれを調べましたら、25% 大きくて 60% 人間よりのそれよりも重かったということが分かったというんです。まあ、これは大変な事実ですね。ということです。まあ、しばらくその論文をお読みください。ということで、このパラカスのロングヘッドマンのこれが復元図です。この復元図を見て、私は一枚の絵画を思い出しました。まあ、この顎のがっしりしているような感じ、それから頬骨に特徴があるんですね。ダ・ヴィッチの絵にもこれがあったような気がしますね、この顔が。で、この顔を、まあ、見てですね、まず思い出したのが、と言いますか、まあ、これがロングヘッドマンのロングヘッドなんですね。頭は大きいわけです。まあ、人間の進化系ですよね。人間もやがてこうなるだろうと思うんですね。母親の賛同が
あの限定、あの大きさが限定されてますから、ここなんですね。アレクサンダー・ネフスキー大聖堂ですね。あのブルガリアにある、ここにあの一枚の絵画があるんですよ。これはもう何度も紹介してきましたが、ここにその男の人っていうのがいるわけですね。空には UFO が飛んでます。でこの顔なんですね。今あのカラカスで見た頭蓋骨の顔と、まあ、復元図ですよね。比べてみてください。顎、頬骨、もちろん頭が長くて大きい点ですね。似てると思いませんか？似てるんですね。これもし同一人物だとしたら、どういったか同一種類だとしたら、謎が大きく解けますね。これがキング・ツタンカーメンの妹です。あ、お姉さんですね。そしてこの頭、似てますね。ロングヘッドマンは実在しました。これらの骨がその証拠です。世界中で見つかってるんですね、これが。で以前は頭に布を巻いてこういう頭を作ったんだというふうに一部の学者とかあの主張してましたけども、その説はもう崩れましたね。世界中で見つかっている以上、もうそんな説は通りませんね。当然って言いますか、これはロシアで見つかったあのロングヘッドマンの骨ですけども、大量に見つかってるんでね、コーカサスです。もちろん日本にもロングヘッドマンは来ていましたね。福六十です。福六十ですね。私この福六十というのはロングヘッドマンであったというふうに確信しています。日本へもエイリアンが来てたということですね。まあ、最後にカラガスがどこにあるか皆さんに お見せした上でですね、以前作りましたビデオを紹介させていただきます。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!